朝4時14分です。おはようございます。もっと早くから起きてたけどね。今日は6時頃赤岳に向けて出発なんで、まあご飯でも朝一炊きます。はい、コーヒー飲んで温まりましょう。はい、はよう。薄い。赤いきつねご飯、塩ラーメンご飯、よし行こう。赤岳高専を出てですね、まず行者小屋に向かいます。とりあえず最初は文三郎をね上がってですね、赤岳を目指したいと思います。ヘリポート、マムート。お、6時52分。ここは、中山の古市。はい、赤岳高専をですね出発してちょうど30分ですね、行者小屋やってきました。本当はね昨日ここまで来るわけだったんですけど、見えてきたよ。よし行ってみる。
しょ、7時ここもあれだね、平らなとこ少ないね、うん、斜めが多い、うん、ずっと続くよ、うん、はい、これがねずっと続きます、ですね、止まっちゃった足。今2500だな。さあ、マムート階段がまた出てきて、あそこが尾根筋の分岐のとこですね。あとね、直線距離だと40メーターぐらい。出た、はあ、稜線。ここ稜線崖だけどね、ずーっと降りて
登り返すとまずそこらが中だけで、でまた降りて登り返す、あれが阿弥陀ですね。阿弥陀の頂上に何か見えますね。こっちはカブママですね。遠くに行者小屋が見えるね。赤岳高専はあっちの方だな。はい、では目的の赤岳がこっちでございます。こっからさらに時間がね、まだまだ登るようなんだけど、この岩壁の上だね。登んなくちゃね、うん、はい、キレット分岐です。こっちだね。よし、じゃあ次、うん、上がりましょう。はい、よいしょ。あ、すいません、
はい。はい、すいません。はい、すいません。あれっと。おう、いや、やっと山梨県側が見えたよ。あ、はい、松井においで、ね、こっちは小淵沢清里方面、真っ白だね。さあ、この上です。どうした？上だね。そっち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 。気をつけて。
ほい、見えたぞ。赤岳高専だな。今日はこれだ。山梨県側全然見えない。長野側はね、あっちに。じゃあ頂上山荘行きますか。